久保さん、応用力ですかね。応用力にしましょうか。あの、まあ、久保さんの話を聞いてて、ふとね、最近僕もコンサルしてるので <laughs>、ふと思ったことがありまして、まあ、あの、なんだ、えー、売り方ですよね。なぜその僕のコンサルに入っていただいたのかっていうと、もちろん売上アップなんですよ。当たり前ですけどね。売上を上げたいと。 で、この前、まあ、過去最高の300万を達成したんですけども、で、コンサル終わり際に、まあ、そのテクニカル的なアドバイスをしてたんですけど、余談でいろいろ話していて、で、その中で、いや、吉谷さん、実は僕のこ、今、僕もコンサルやってる2名いて、いや、なかなかちょっと行動できないんですけど、そういう方にどう対応すればいいですかみたいな <laughs>。まあ、それは、 売上とは関係ないっちゃか。関係あるっちゃ関係。まあサポートも売り上げにまあ精通する部分はあるんだけど、あの、なんですかね。あの、ダイレクトではないですよね。うん。もちろんそこのサポートをして信頼関係を構築したっていう基盤を持ってアップセルだったりとか他の商品が売れるっていうその、その土台にはなってるんだけども、テクニカル的な売り上げを上げる、ステップメールで上げるとか、セールスレターで上げるとか、そういう部分ではないとこですよね。サポートっていうのは。 で、僕はそのアドバイスもできるんですよ。まあ、そういう場合はこうした方がいいよっていう。で、なんでならば、全部やってるんですよね。久保さんが言う通り。商品も売ってるし、サポートもしてるし、で、しかもジャンル問わずいろいろやってきてるわけでしょ。で、僕の熟成さんは、あの、まあ、この前ね、あの、本出しましたけども、これオンラインサロン、あの、美容師さんの方もいます。美容師さんね。リアル店舗です。ね、リアル店舗です <laughs>。 の方もいるし、あの、料理、料理、本出しましたからね。チャンネル登録11万人ですよ。そう。あの、お金稼ぎましょうと。なんか、FX で儲かるとかね。お金稼ぐとかじゃないんです。料理です。料理というか、あの、あのなんだ、えー、肝臓にいいよみたいな。腎臓かにいいよみたいな。もう、もう、他にもね、いろんなジャンルあるんですよ。 だから、なんかそのお金を稼ぐ、だから情報発信に関しても、お金を稼ぐっていう情報発信以外にも、ありとあらゆるレパートリー僕やってきてるのでこなしてるし、実際にそのサポートもしてきてるし、それも売ってきてるし、僕自身も売ってきてるし、僕自身もダイエットの商品も売ってきたし、あとなんだ、えー、ホワイトニングとかね、そっち系も売ってきたし、なんかいろいろやってるんですよ。だから、まあ、多種多様に対応できるってことですね。でもこれが、 その、これしかやってないと、多分ね、コンサルした時に対応できないですよね。まあ自分にはまってるんだったらいいんですよ。自分のここにはまってるんだったらいいんだけど、はまってない質問が来た場合、対応できないですよね。僕、基本的に多分ね、対応できない質問がないんですよ。対応できない質問があるとするならば、FX の質問ですね。だってやってないんだから <laughs>。やってないですからね。 でも対応の仕方は知ってます。自分で対応はできないけど、対応の仕方は知ってます。これも一つの技なんですよね。まあ、単純に、あ、すいません、僕はやってないけど、すごい信頼を受ける人いるんで、つなぎますよと。ズームでつなぎますよって言って、ズームでつなられるように久保さんとネゴシエイトを交渉するってことですね。 はい、久保さんが一番サポート力あるだろうし、FX のことは俺わからないけど、サポート力もあるし、FX ずっとやってるっていうのは知ってるし、ネゴシエートもすればいいんで、裏でね。僕は対応できないけど、対応の仕方も知っているっていうね。だこれも経験上からですよね。自分が解決できなくても、解決する方法も知っているって話ですね。そのお客さんの疑問に対して。だこれが対応力ですね。でもこれはいろんな経験積まないと対応力って生まれないんですよね。 うん、だから無意味なことでも意味がそのうち出てくるって話ですね。うん、でもやってるときは意味が分かんなかったりしますけどね。うん、だからまあやっぱいろいろやっていくっていうことが結構大事ですね、うん。だから一点突破できるかできないのかも結局いろんなことをやってきてるからこそ一点突破できるっていう実はこの氷山の一角の一点突破の裏にはいっぱいあるんですよ。与沢さんが分かりやすい事例ですよ。 与沢さんのストーリー見れば、いろいろやってきてます。暴走族もやってますからね。<laughs> 暴走族もやってるし、アルバイトで700万、800万、ラーメン屋だったらなんか、めちゃめちゃ働いて、バイトで貯めて、なんか、700万くらいの車買ったりとかね。いろんな人生の中でいろんなことをやってきてるわけですよ。アパレルもやってきてるしね。うん。だからまあ、 そそね、よく億万長者合宿でも言いますけどここに見えてるものっていうのは氷山の一角でここのバックボーンが実はあるわけですよねここ超大事なんですよここ,ここをこう出すためには、うん、なぜ多くの人が一点突破できないのかなぜ多くの人が一点集中できないのか多分ここが土台がここの氷山の見えないところが弱いんでしょうねうんはいということですいってらっしゃい